こんにちは、ぺこまです。こんにちは、ちっぺです。たけチャンネルです。たけチャンネルでーす。え、たけムービーです。そんなね、いきなりそうでぶっ壊れたら反応できないから。ということでね、今日はね、ちっぺこチャンネルにお二人呼んでね、ちょっとお話ししていこうかなと思ってますけれども、まあ、スーパーユーチューバーのたけみさんと、まあ、初歩ユーチューバーの、初歩ユーチューバー。フォーマスチャンネルです。まあだからさ、フリーザ、クリディン、ヤムチャみたいなぐらいのもんかな。まあ戦闘力5ぐらいかもしんないけど。ああ、5ってのは一般人で。そうそう。なるほど。まあそういうメンバーでやっていくわけなんですけども、まあ一応ね、我々山の専門家として売り出してるわけですよ。で、一応僕たちは山岳医っていう感じでやってるし、竹チャンネル的には山岳医だし、まあクライマー。一応救急医でもある。あ、まあ救急医、山岳医、クライマーみたいな立場で。そんな感じね。たけみさんは何だ？僕は、変人枠で。変人枠で。まあ、なんだけど、一応、まあ、山が大好きで、この山に関連して、いろいろチャンネルを運営しているということなんだけれども、今日はね、せっかくメンバーが集まったから、ちょっと、山はどうやって上達していったらいいのかな、みたいなことを、ちょっと、なんか、疑問じゃないけど。この前、続きってことですね。まあ、そうね、この間、はい、たけムービーの方に出させてもらったときに、なんかステップアップが大事みたいな、いろいろ考えてやろうぜみたいな感じで熱く語ってたわけですよ。はい、だからその続きを、あのチャンネルは結構真面目に話してたから。真面目に話したかなり回があって、はい、もうぜひ見てない方ね、一回見てからこっち来てください。竹文明の方でね、そういろいろ話してたんだけど、まあ正直ね、真面目すぎて、本音がそこまで出せたかどうかはちょっとわかんない。そうですね。はい、じゃあ今日は本音トークコーナーっていう。そう、本音トークコーナーということで、まあこういう、まあ、本音出しマシーン、薬剤出しマシーンを伝えながらね、本音トークをしたいんだけど、じゃあまず自分のさ、山の経験、どんな山をやってきました、どういうふうにステップアップしながら、どんな山をやってきたかみたいなのを、まあ、紹介がてら、ちょっと順番に話していけたらいいかなと思うんだけど、まあ順番にチップからいきましょうか。私はぺこまと一緒に山始めたんですけど、大学の、5年生ぐらいの時に友達に誘われて、唐沢に行ったんだよね、うん、でそこでなぜか山にはまって、そこからもう装備を揃えて次のシーズンの春に東北の残雪期の山に行ったりとかしてステップアップしていったと。で、大キレットとか行って、あ、一般道で一番難しいのってこんな感じなんだね。登っちゃったね、みたいな。で、その一番最初に誘ってくれた友達が、なんかこれ以上難しいことやるね、やっぱクライミングやるしかない、みたいな。で、クライミングジム見つけてきたね、みたいな感じで、クライミングジムのスタッフになり、で、そのジムって結構山屋さんが集まってるジムだったから、スタッフの先輩とかにちょっと教えてもらいながら、チャレアルとかを読みながら、チャレアルね。ピピピピピ、チャレンジアルパインクライマー。チャレアル読んで、自分たちで行けないところはちょっと連れてってもらうみたいな感じで、ちょっとずつステップアップしましたね。まあそんな感じだよね。まあとりあえずは、そういう感じで出していこうか。まあそんな感じです。じゃあ、りょうくんは。なんか自分のチャンネルで詳しく喋ったんだけど、うん、なんかまず、なんか屋久島のトレッキングと、たまたまそのマレーシア旅行みたいなのがあって、そのボルネオでキナバルに登るみたいな話があって、はいはい、最近ぺこまさんが行ってきた、ついキナバル登山を初めてで行ってきたわけですよ、うん。で、あんな特別な体験をしちゃうと、やっぱ感動しちゃうわけで、うん、やっぱもっともっとってなってて、それで自分ですごい調べて、まあ自分で登山を始めて、まあ、学生の時はキリマンジャロとかを目標にすごい頑張ってたし、まあその後は、もう雪山やるってなったら、これ自分でやるのもう無理だなって思って、その新潟の山岳会とかに入って、雪山に連れてってもらったりとかして、まあその後はどんどんフリークライミングに傾倒していっちゃったから、まあそれはそれでなんか別な道だったんだけども、それで深めていったけど、まあその中になんかいろんなちょっと危ないこともありつつ、ジャンプアップしていったっていう感覚はあるかな。そういう感じでやってきました。はい。たけみさんはどうですか？ステップアップっていうとでもちょっとやっぱ難しいですけどね。でもまあ自分もなんかちっちゃい頃から山歩きみたいなのずっとやってて、うん、なんかそのうちになんかその
あんなとこも登れんだみたいな感じで、そのクライミングみたいなのになんか出会うじゃないですけど、あんな急なとこも登れちゃうんだ、遠くから見たらあんなに険しそうなのにみたいなので、ちょっと憧れみたいなのあるじゃないですか、ね、それで、あ、じゃああそこに挑戦してみようって言って、なんかこうね、あの、しかも冬に行ってみようとか、どんどん徐々に徐々にこうどん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 なってエスカレートしていってで、まあ行き着いた先のなんかその目標みたいなのがどんどんこう、じゃあこの目標達成したから、じゃあ次この目標みたいな感じで、まあちょっと抽象的にはなっちゃうんですけど、まあそれがステップアップなのかどうかもわかんないですけど、なんかでもそうですね。でも今みんなの山聞いてちょっと思ったんですよ。共通点があるなと思った点があって、ある程度憧れの山みたいな、ここ行きたいみたいなのがあって、だからそこに行くみたいな感じで山をめっちゃ登ってたっていう感じ、そうだよね。なんか、ね、ありますね、技術とかを身につけると、次この景色見れるんだなみたいなのを繰り返しみたいな感じ、だある山に登りたいって思う、その山に登るためにはどんなものが必要なのかなみたいな感じでステップアップしたっていう感覚なのか、そうね、本とか見たりとか、今だったら YouTube かもしれないけど、そういうの見て、こんな景色、こういう世界があるんだって知って、自分もそこに飛び込みたいって思うから、じゃあこの技術が必要で学んでいこうって言って、一つずつ、まあ一つずつ、まあ一段通しぐらいでステップアップするみたいな感覚かもしれない、そうだよね。目の前にモチベーションがないと、なかなかやろうっていう、そうだね。あの、一応じゃあこの動画の目的を今考えました、はい、今考えたんだけどさ、あの、やっぱある程度問題提起みたいなのはないと面白くないと思うんだけど、これ本当に今考えてますから、さっきまで何も考えてないからあの、いいステップアップの仕方と、そうでもないステップアップの仕方っていうか、こういうのは避けた方がいいんじゃないと、まあ、僕たちは言うことじゃないかもしれないけれども、なんていうの、僕たちの感想みたいに言ってもなんかあんまり面白くないというかさ、だからある程度なんだろう、こういうステップアップの仕方が初心者の人、これから山を始める人にとっていいんじゃないみたいな、何かヒントになるといいかなと思ったんだけど、ちょっとそういう動画にしていこうよ、もう今気づいたんだけど。で、そこまでの話で言うと、まあある程度目標の山を持ったらいいんじゃない、で、目標の山に向けてやれることをやっていくっていうのが一ついい方法だよね、っていうのはなんとなく思ったんだけど、そこでさ、目標の山をさ、例えばさ、いきなり K2 ですとかさ、何、エルキャピタンのなんちゃらですとかさ、あのパタゴニアですとか言ってもちょっと分かんないわけじゃない、そこのさ、目標の山っていうのはどうやって設定したらいいの？すごく難しい、ね、例えばどうだ、キリマンジャロって言ったよね、なんとなくパッて出てきた。でも、キリマンジャロは、その、ね、そのアフリカ最高峰だし、要は特別な技術がいらない、その、ある程度体力があって、まあ、高所への耐性とかもあるけれども、このチャレンジングだったら、要は旅人とかも、ポッて登っちゃうような、要はアフリカの人にとっての富士山みたいなものだから、ハードルは全然高いんだけれども、それがすごい特別なこととは思ってなかったかな。まあ、そうだよね。いや、だから、今振り返ればちょうどいいぐらいの目標だと思うんで、キリマンジャロ。そう、そう思う。だからちょうどいい目標をどうやって設定するのかってことでしょ？そう。それはちょうどいい目標がたまたま見つかったから、なんとなくいいプロセスを踏めたんだけどさ、それが見つからない人もいそうな気もするし、そこを失敗しちゃったから変なことになっちゃうってこともありそうな気がするし、すごい、逆に成長できない人もいる気がするし、あの低い目標すぎて。なんかやっぱさ、その、モチベーションが高すぎるとさ、ステップアップしたいってすごい気持ちが強くて、ちょっとあの危険なのか困難だけど頑張ればなんとかなるのかの見極めをしなきゃいけないと思うんだけど、そこが危険寄りになっちゃう、なっちゃいがちな人もいるかもしれないよね。いや、多分結構いるわ、それは。結構いるよね、まあ、自分たちだって絶対そういうところだよね。タケミさんはなんか成長の過程でさ、そのすごい、どちらかというと初心者っていう時はなかったのかもしれないけど、まあ、ですけど、でも、まあ、例えばあの元中学生高校生とかね、大学生ぐらいの時に何か目標の山みたいなのはあったの具体的に。僕はだから、その本当になんか綺麗、自分が本当にかっこいいって思う山を登りたいっていうのはなんかこれもなんかちょっとこう山の遺産的な思想でもあるんですけど、自分がやっぱ見て
ここに登りたいって思える山に行きたいなっていうのはやっぱすごいあって、それは写真で見てもいいですし、なんかそういうどこかで知ったりとか聞いたりした山とかでもいいですし、まあそういうところに行きたいなって言って行ってて、はい、でなんかそういうのが結構目標になったりとか、その時のなんかじゃあ夏に行けたから今度じゃあ冬に行こうみたいな、そういう目標設定は自分はしてました、ね、いや結構それはね、うん、すごいことをなんか今言ってるような気がするんだよね。キリマンジャロと結構対極にある気がするどちらかというと、キリマンジャロはもう誰でも知っているアフリカの最高峰で、そうだね、最高峰登りたいぜって言って、うん、イエーって言ったり、まあ悪い言えば、まあ、すげえミーハー的というか、まあ一般的で、今滝見くんが言ってくれたのは、うん、結構特殊だよね。なんかなんとなく思想がベースになって、うん、それを具体化したような感じだよね。確かに言われると、そのなんか キリマンジャロ的な、今までじゃあ例えばそのエベレストに登りたいとかなんかそういうことをあんまり考えたことがなくて、うん、なんかもう結構最初からなんかやっぱすごいなんかそうですね、かっこいい山に登りたいみたいな、うん、まあ、うん、そういう人の本ばっかり読んでたとかっていうのも多分あるんですけど、うん、まあそうね、はい、それってさ、まあ武見さんの場合はもう小さい頃からやってたってことだから、それがなんか実行できたのかもしれないけどさ、うん、普通に例えば大人になってね、今30歳の人が初めて山をやりますから、そうですね、難しいと思いますね。そうやって目標設定するのって非常に難しい気がするけどね、うんうん、なんかそこで変にさ、明らかにオーバーなところを狙っちゃうとかさ、なんかそういうこと起きそうな気もするけどね、うん、どうやったらいいのかな、どうやったら具体的な山を選べる、うん、なんか その今の話してるテーマとはちょっと違うかもしれないけど、うん、あまりにもオーバーなところを選んでもラッキーで登れて、しかもラッキーで生きて帰ってこれるっていうものことを繰り返してれば、ステップアップは早い気がする。まあそうだよね。だから今の話で言うと、じゃあ目標とする山が重要なんじゃなくて、そこへのプロセスが重要みたいな話で、ね、うん。そうだね。だからさ、すごいじゃあ極端な話をします。パタゴニアのフィッツローとかさ、そういうの登りたいと思っちゃった、うん、初心者が。で、トライをして、うん、失敗して帰ってきても、それはそれでいいんじゃないっていう話。うん、もちろんその、サミットできなくても、失敗は経験値になるし、で、かつ、やっぱり、どんな経験しても結局生きて帰ってきさえすれば全部経験値になるから、知り合いにもさ、ちょっとオーバーなステップアップしすぎでしょっていう人はいるけど、毎回生きて帰ってきてるから、あ、めっちゃラッキーだよなってすっごい経験値稼いで帰ってきてるなって思うことがあって、だからまあラッキーが続けばその方がステップアップは早いしいいんだと思う。だけどやっぱそれは致命傷を負わずに駆け上がって時折引っ掛けてなんかズル向けになったりするんだけど、治りながらなんか全速力で駆け上がるみたいなのが、あれか、死ぬこと以外は稼ぎ傷みたいな話はあるかもしれない。まあ、だとしたらさ、どんどん高い困難な目標を設定してどんどんやればいいんじゃね、うん、だけどそれは多分遭難を増やすだけなので、いたずらにそれは正解じゃないとは思うんだけど、私はそういうのはラッキーだなってちょっと見て思ってる。遭難を増やすって言ったけどさ、うん、要はさ、遭難もかすり傷の一つっていうふうに、まあ確かに致命傷じゃない、え、帰ってこれたじゃんぐらいに思っちゃう、遭難はむしろ、もちろん死亡の遭難も含まれている、ね、あ、まあ死亡も増えちゃう、うん、なんかさ、じゃあさ、このゲームはさ、死ななきゃいいのかな。いや、それは絶対に違うと思うんですね。違うね。まあやっぱりね、いろいろ問題になるけど、まあ他の人に迷惑かけてるとかね、そういう話も、うん、まあ当然あるから、じゃあ自力下山できればいいのかな。さっきも言ったけど、うん、多分そこが一番身につけなきゃいけないスキルだと思うんだけど、危険なのか困難なのかを見極めなければいけないんだと思うんだよね。そうだよね。それでだから危険なのに突っ込んでいって、でもそのスキルを身につけるにはどうステップアップしたらいいかっていう話なのかなって気がするんだけど、それはまあ困難に挑戦し続けるんだろうね。まあだからそう、でもそれが困難じゃないかもしれないな。危険だったのに困難だと思って行っちゃったら危険で、だから危険なことをやっちゃうこともあるでしょっていうことをやっぱ許容しなきゃいけないと思うんだよね。我々の言い分としてはね、うん、そう思うよね、うん、困難か危険かを見極めようと努力した結果、判断を間違って危険でしたということは十分あり得るよね、うん、でだから怪我しちゃった、だから遭難しちゃった、救助呼ぶ羽目になっちゃったっていうことはあるけど、それをあんまり否定はしたくないっていう気持ちはある。否定
定はしたくないよね。ああ、でもそうですね。でも僕のなりの基準としては、うん、なんかこういう目標になんか挑戦するんだったら最低でもその前段階での何日こういう山域で登山をしてるみたいな、なんかそのガイドの試験じゃないんですけど、うん、なんかこう氷河の有する山で何日ガイドしないと国際山岳ガイドになれませんみたいな形で、うん、なんかこのレベルの山に行くんだったら少なくともこれとこれとこのぐらいの山の経験はないとまずその挑戦しても意味がないよねじゃないですけど、うん、なんかそのもったいないよねみたいな部分ってあるじゃないですか。ありますあります。だしすごいリスクも取らなくちゃいけない、そのリスクをその自分が死ぬかもしれないっていうリスクを取れるほどのあなたはその自信を持ってその山に向かっていますかっていうところってすごい大事だと僕は思っていて、確かにそこで死んでももういいって思い、なんかセラックが崩壊してとかたまたまその運が悪くて死んじゃいましたっていうのを許容できるのか自分の中で許容できるのかっていうのはすごい、うん、あの一つの判断基準だなって僕は思ってるんですけど、自分の中で許容できるともいうのもあるけど、うん、まあここにいるみんなが知ってるあるとあるクライマーが言ってた話なんだけど、うんうん、もし遭難して死んだりしても周りの人がそれはまあ運が悪かったよねって言ってくれるような準備をして山に行きたい、うん、そんな感じですね。要はそれを前無謀だったんだろうって言われるような山には行けないみたいな感じの言い方をしてて、逆に言うとだからそこまで準備をしてじゃあ行くっていう判断をできるかっていう、そのちゃんと準備して行きましたよって自信を持って言えるかどうかっていうのがすごい僕は大事だと思ってるんですよ、うんうん、それをなんか人に強制するのもなんかちょっとおかしな話だなって思うし、だからなんかその昨今のなんかこうあの準備不足がどうのこうのって叩かれるみたいなのはなんかそれはそれでなんかちょっと違うなっていう気もするんですよ。だから人が判断することじゃないでしょ、はい、そうです、自分の中で全て自分で完結してるみたいな。それはね本当そう思うよ、うん、あのさ、なんかこの話の趣旨とは違うのかもしれないけど、うん、いろんなスタイルで山に行くわけですよ、うん、例えば僕だってサンダルで山に行くし別に T シャツ短パンで山に行くんだけど、それはなんていうのか自分の中で絶対に行けるというか、そのそれこそだから危険じゃない、うんうん、それはさ、サンダルと登山靴だったら登山靴の方がより安全なんだろうけどさ、別に安全のために登山してるわけでもないから、うん、その自分の好きなスタイルで山に登りたくて、はい、自分の中で考えた末、いや今日はこのスタイルで山に行こう、うん、って思って山に行ってる分には誰にも文句を言われたくないって思うわけ、ね、うん、だけど現にもしかしたら運が悪くて遭難してしまう可能性は絶対にある、うん、それは確率的には。その時にまあ叩かれはするんだろうね、うん、こんな格好できて、でも叩かれたとしたって僕の中ではまあ勝手に叩けるっていうぐらいの気持ちでいられるぐらいのマインドで皆さんも山に行ってください。そうですね、そうですね、うん、そういう準備をしてそういうマインドで、逆にそうじゃないマインド、不安で、え、これで本当にいいかな、うん、え、なんか準備不足かなみたいなマインドで山に行くんだったら、それはまだ早いよっていう感覚かな、うん、難しいですよね、その本人の中での納得と、そうなんです、そのことが起きた時に他者からの見られ方と、第三者から見て、ね、いやいや破綻してるでしょって思われるようなのでも、うん、その本人の中で納得できてたら、よしとしてしまうのか、うん、だから俺たちの中にも、うん、なんかクライマーとしての自分みたいなのと医者としての自分みたいなのがあって、うん、あ、ね、医者としてやってる時はなんかお酒って本当に良くないんですよとか言ってお酒は本当絶対飲んじゃダメですからね、うん、イエーイってなっちゃうわけで、なるほど、でもアル中の患者さんがいたら本当に絶対それはやめないといけませんって怒ったりするわけで、それは自分の医者としての顔みたいな、人って一面性じゃなくて多面的に物事があるから、うん、っていうことを言い出すとなんかキリがなくなってくるっていうか正解はどこにあって自分がどこにあるんだろうみたいに迷ってっちゃうみたいなところもあるんですね。でもね、あの今さきみくんが言ってたのは、やっぱりある程度自立した登山者になってからの話だと思って、うんうん、それは分かります、ね、そう、その前の段階でその自分がやってることが自信を持って 100% OK 自分で考え尽くした、うんって言っていくにしても、行くにしても周りから見たらいやいやもう全然ちょっと見当違いだよっていう人は実際いるわけじゃないですか。初心者大体みんなそうなわけだよね、うん、だからそのレベルの人がどうステップアップしたらいいかっていうのの道しるべが、例えばこれまでは大学山岳部であったりとか社会人山岳会で、うんうん、まあ
それなりに結構ちゃんとしたことを教えてもらっていたと、うんうんうん、それが今やっぱ薄くなってるっていうところもなんかあって、やっぱ一人で学びにくい環境になってますよねってとこ。まあ、なおそれで YouTube だったりとか SNS だったりに頼るみたいなのが、ね、いいか悪いか分かんないけど、少なくとも流れとしてはそういう流れはあるよ、ね、いいところと悪いところが、ね、情報は溢れてる、たくさんあるけど、なんかちゃんとしたこと言ってるのもあれば、うん、よくわかんないこと言ってるのもあって、その真偽を見極める、ね、目だってない、まあね、よしなってないわけだから。真偽を見極める目っていうのはもちろんそうなんだけどさ、うん、僕はちょっと疑問に思ってるのは、これまでの山岳会というのは本当にそんなにいいものだったのか。いやまあね、だから私今それ、シビアなところを言っちゃうね。そこに、そこも言われるかなって思ったんだけど、うん、まあそれはあるよね。山岳会の仕上がってるものが本当にいいものかどうなのかを見極める術は、初心者ではないんで、それと同様に YouTube で発信されてることがいいのか悪いのかを見極める術はなくて、ね、うん、昔も今もその構図は変わってない。本当に元も確かに。でも山岳会はさ、評価があるじゃん。なんかさ、評判のいい山岳会があったりさ、評判のいい先輩がいたりするわけで。少なくとも複数人で何かこう、うん、検査じゃないですけど、そう、ね、こういう山行きますって言った時に、お前それちょっと早いんじゃないみたいな、まあ、フィードバックはかかるありますね。それまあやっぱそうだよね、相互のコミュニケーションができるから、ね、はい、それと比べると YouTube とかだと再生数が多いからいいとは確かに限らないし、消費者になりきっちゃってるっていうのはあると思いますね、うん、そう、やっぱ難しいよね。 YouTube とか SNS に流れてくるものから登山技術を学ぶっていうのは、うん、やっぱりある程度もう知識がある人じゃないと、うん、ちょっと難しい気はするね。そのクライミングの季節とか、ね、いや、あれもすごくて、竹ムービーとしては。この人マジで大丈夫みたいな、おじいちゃんことが、普通に今まで最近ソロクライミングのシステムでやってたりとかして、なんか、あ、やっぱなんか、まあ、僕だけじゃないですけど、もちろん発信してる人って。でもやっぱこういう、なんか、ネットとかで見て、やる人ってやっぱすごいいるんだなっていうのはすごい実感して、そこに対するある種のちょっとしたなんかこう責任じゃないですけど、うん、自分もなんかその一端を担ってる部分もあるよなっていう。まあ、一端を担ってるかもしれない。でもさ、逆にソロクライミングとかそう聖書とかないから、うん、そうですね。そこからしか得ることができない。うん、で逆に、でもソロクライミングなんていう話はさ、ちょっと異端な話。まあ、そうですね。じゃあ、まあ、かなり。そうね。まあ、今日はもうちょっと一般化した話。一般化した話。山の歩き方的な話。うん、でさ、だから僕も一応仕事はなというか、この業界でいるから、YouTube でさ、検索したりしてみるのよ。まあ、大体ほとんどのチャンネルは、まあ、まともなこと、まともって僕はすごい上から目線になっちゃうけど、ちゃんとしてるなっていうのを感じてる。だから、ここから学べばまあいいんだろうなって気はするけど、うん、中には、何この人みたいなチャンネルもあったりするんだよね。うん、時々話題になる。なったりするのもある。だから、でも、おおむねみんなさ、いいと思って、いいことをちゃんと発信してるから、基本的にはいいんだろうな、うん、とは思いつつ。まあそうね、この情報化社会のいいところだと、かなり、うん。だから、大丈夫なんじゃん。YouTube から学べば。大丈夫なんだけど、時々大丈夫じゃないものを、やっぱ自分で考える力かな。僕はネットはもう全然信用してないんで、ネット大嫌いな人なんですけど、だから自分で絶対試さないと信用しないんですよね、いろんなことを。だからもうそのままもらったまんま、それをじゃあ実践の登山でやりますみたいなことは絶対しなくて、絶対に何かを、技術だったり何か方法だったりっていうのは絶対自分試してからやるみたいなことは結構心がけてはいますけどね。多分さ、それってクライミング的なギアとかそういう話をしてると思うけれども、ね、はい、歩くのも同じで、歩くのとかほとんどリスクがないわけだから、うん、いろいろ試せばいいよね。そうですね。YouTube でこんなこと言ったから、こういうことを意識して歩いてみよう。うん、で、あ、なんか自分には合わなそうだと思ったら、うん、じゃあちょっと次はこう改善してみようとかできるよね。だから、やっぱ、トライアンドエラーですかね。うん、まあなんかだから失敗をたくさんするっていう経験はすごい僕は大事だなって思うんですけど、うん、そうなんですね、なんかその社会人とかで働いてて週に2日しか休みありません、しかも2日もなんか雨だったりとかしてなかなか山に行けませんっていう人が、それ普通だよ、それ普通の人だから、うん、
そっちが、まあ、そっちがこう、北斗だとこう、マイノリティ。かわいそうっていうぐらいさ、ね、週2日しか山行けないんですか。2日しか山行けないんだ、みたいな人が、週末に、しかもその夏の時期しか登山しませんみたいな人とかも、そこで試して、本番の登山で試して、エラーするみたいな、なんかそういうのも結構多分あると思うんですけど、うん、なんかそこもちょっとやっぱりなんかやりようあるよなみたいな。まあもともと我々そっちだったからね、週末しか潜れなくて、うん、そこでトライアンドエラーしてきて、うん、いろんな危ない橋を渡ってきたので、うん、でも明確ななんか目標があって、目標ってのは山って意味じゃなくて、この登山ではこれを試してみようみたいなのはある程度毎回毎回設定してたような気はする。だから、あの、成長できるっていうのかな。うん、そうだね、やっぱさ、うん、登山の頂上を目標にしてたら成長できないような気がするんだよ。あのさ、頂上に行って帰ってくるなんてさ、簡単なんだよ、そんなのさ。行って帰ってくればいいだけだから。でも、それはもったいなくて、その中に今回は何を学んでこようとか、何を試してこようみたいなのがやっぱ、ある程度明確になった方がいいような気がするんだよね。うんうん、まあ、道具とかわかりやすいよね。今回このレインウェアの成分。うん、確かにそのスタイル的な話になっちゃいますけど、うん、こっちから登るの一般道ですごい簡単だけど、こっちはなんかちょっと上級者コースですみたいな、うん、でも上級者、まあそのちっちゃい山っていうか、まあ裏山みたいな、近所の山、まあ、行きやすい山でいろんなコースから登ってみて、あ、このちょっと急な岩場も出てくるようなコースが行けたから、じゃあ次に行ってみようみたいな、なんかその自分が安全に帰ってこれる範囲でいろいろ試してみるみたいなのもすごいなんか大事だなと思うんですけど、うん、ホームグラウンド的 な, ド的なそう、だからぶっちゃけ結局なんか安全マージン多めに取ると成長は遅いけど、うん、マージン多めに取ってステップアップするのが一番いい、まあ、確実に一歩一歩上がっていくみたいな、なんか近道はないなって思いますね。ない、ない、まあ、確かにね、めちゃくちゃなすごい先鋭的な登山してる人たちもそこに行き着くまでに実はもうこんなちっちゃい山登りを普段から何千と繰り返してそこまでたどり着いたっていうのを、なんかあんまり多分、目には見えてこないんですけど、絶対にその人たち努力してるっていうのを、うん、なんかこう、なんていうんですか、もう年間300日とか登山行ってるみたいな、わかんないですけど、うんうん、なんかそういうなんか裏の努力は絶対見えてこないんですけど、やっぱりそういうのって必要だよねって、まあ、それはあの初心者の登山とはちょっと離れてる話かもしれないです。でもなんか同じ気するよね。初心者がやってるハイキングとさ、うん、先鋭的なハイキングクライマーがやってることってさ、うん、もう全く違うことをやってるように見えるかもしれないけど、うん、その先にはここの世界が多分あるんですね。そうですね。グラデーションと積み重ねがそこにつながってる世界だと思う。そうだね。だからなんか分かりやすい目安として、やっぱり山にどのぐらいの日数入ってるかっていうその数字、うん、それは絶対に比例してくるよね。うん、してくると思います。経験に。そうだね、とりあえず山に行けという話はとりあえずはあるん、なんかやっぱ本読んでても山に入ってないと、うん、いわゆる勘みたいなものは養えないですよね。うん、入んなきゃ分かんないっていうのは絶対あるし、あとなんかもう一つ私がやっぱりステップアップする上ですごく重要だったなって思うのはやっぱ人脈なんだよね。おお、それはめちゃくちゃいい。うん、最初はやっぱそのクライミングジムで山をやってる先輩がいたからっていうのがあって、そこから引っ張ってもらえたんだけど、なんかそういうもともと山を自分よりもちょっと上のレベルでやってる人からいろんな情報もらったり、次の目標を設定して、適切な目標を設定してくれたりねっていうことで適切にステップアップできた感は、うん、人から学べるし、なんかすごい上の人とちょっと上の存在っていうのが結構大事で、うん、なんか要は雲の上の存在だと、うん、なんか憧れに過ぎなくて自分がそうなるとは思えないんだけど、なんか届く範囲に目標があると自分もそれになれるんじゃないかなって思って頑張ったりして、ここに到達するとまた次の目標が見えてみたいな、そういう地道なステップアップがある気がする。うん、そうですね。だから会とかに入るのもやっぱ一つありなんじゃないかなって気がする。遭難っていうことを考えるとさ、うん、基本的に高齢者が結構多いんだよ、うん、でそれは、まあ、人口比とか山に登ってる人口比が明らかにされてないから割合が本当に多いのかどうかは分かんないんだけど、なんとなくの感覚で言うとさ、若い人はさある程度そういうステップアップをしてるような気がしていて、で60以上とかね、ある程度高齢者の人ってさ、なんとなく自分勝手でやってるのかなって気がしちゃうのは偏見
どうなのかな、なんかそういう人がさ、今頃誰かに教えてもらうとかさ、あと昔やってたからみたいな。なるほど。教えてもらいにくいんじゃないかっていう。もはやステップアップっていう概念がそんなになくて、なんとなく好きな山になんとなく行ってるっていう感じで楽しんでる。それはそういう楽しみ方もいいのかもしれないんだけど、まあ、そういう人が多いんだろうな、多分高齢者には。なんだけど、そういう人もある程度ステップアップ、もしかしたら昔よりも自分がレベルが下がっちゃってるかもしれないので、それを認識して、ある程度目標の山みたいなのを決めたりしながら、やっぱ若い人と同じように着実にやっていかないと多分ダメなんだろうな。そうね、俺さ、最近10年ぶりにそのなんか20キロ弱背負って転倒登山をして、もう足が棒になるってなんか足上がんないって、あ、俺大学生の時になんかそういう感覚一切なかったんだけど、膝関節がなくなっちゃった。本当に動かないんだって思ったんだよね。で、そうなんてここに、まあ、もう一要素、二要素加わって、あ、遭難しちゃうんだって、うん、で、リアリティを持って感じたわけで、なんかそれまで何がどうなって遭難するんだろうって思ってたんだけど、うん、まあ、天気が悪い、足も棒になる、そこで、あと一つ怪我するとか、うん、なんかちょっと病気が起こるとか、うん、その、やっぱり、スイスチーズモデルじゃないけど、うん、悪いことが、ポン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 って、なんか4個も5個も重なった時に、本当の遭難って起きるから、うん、これかって、過去の、ね、自分を過信した。そうだよね。多分さ、60代とか以上の人はやっぱり体力がないんだよ。うん、いや、ない。基本的には。まあ、それは当たる、統計的にみんなないんです。その人、個人個人はばらつきは当然あるけど、トータルしたら若い人よりはないのは当たり前で、だからそれを自覚して、山に行かれていってなくて、僕もさ、20代の時とかさ、遭難する理由が分かんなかったんだよ。うん、だって歩けるじゃん、歩きゃいいだけでしょ、うんうん、まあ冬とかはさすがにちょっとね死んじゃうとかあるかもしれないけど、夏だったら別に歩けないっていうことで、ね、足が出ない。まあまあ今ならわかる、うん、今ならめっちゃわかる。歩けなくなるなって、そのまま死に向かっていくっていう可能性はあるなっていうのは今だったら認識できるんだけどさ、もっと体力があった頃はさ、歩けなくなるってどういう意味だっていう思ってたこともあるし、多分60代の方は今の僕よりもはるかに早く歩けなくなっちゃうんだろうから、それを認識した上で、まあ、ステップアップって話とはちょっと違うかもしれないけど、やっぱりリスク管理っていうの、目標の山に登るのであれば、そこへ至る体力がないって感じるんであれば、ステップアップしながらそこにやっぱ行かなきゃダメだよね。そうね。でちょっと普遍化というか、うん、ちょっと話のレベルを落とすと、なんかそのペコマさんは、うん、何さんなんだっけ、何でもいいですけど、ペコマさんはその要は目標を立ててそれに向かっていくのが当たり前だと思ってると思うんですけど、うん、別にそういう感覚じゃない人も結構いると思うんです、うん、いやそれが大部分じゃないですか、うん、いや多分そうね我々はなんか上昇志向じゃないけど、目標を打ち立てて、レベルを上げていこうっていうと今話してましたね。まあ、それが、そもそもスタートがそうだった。誰だとそれが普通でしょって思ってるけど、多分それは本来普通ではない気がする。確かに単発富士山みたいな人がいっぱいいるわけだもんね、うん。で、それで楽しければいいじゃんってみんな思ってるし、別にそれを否定する気も一切ない。そうだね。うちの弟とか槍ヶ岳とかさ、一緒に行ったじゃん。うん、あれ単発槍ヶ岳だからね。うん、そういうもんだよね、登山って、ね、うん、だから、なんかこの考え方もある意味偏ってて、うん、偏った意見も大事だけど、大衆に寄り添った意見も大事な気もするんですよね。まあね、でもさ、やっぱさ、単発槍ヶ岳とかやっぱさ、うん、やめた方がいいって言うべきだよね。いや、きっと本当は良くない。だから天気がめっちゃ良ければすごいいい経験になるけど、だから天候崩れたら絶望の記憶になる、うん、そうは言っても我々が連れて行ったんだけど、いやまあそうなんだけどさ、でもそれはさ別に連れていく、例えばガイドさんが初心者を槍ヶ岳に連れていくっていうのは別にあっていい構図な気はするよ、うん、だけど初心者同士のパーティーがなんかレジャーの一環として夏休みだしちょっと槍ヶ岳ってかっこいいし行ってみようぜっていうのはやっぱなんかちょっと高すぎるステップとしてありすぎそう、なんかそれが普通だと思ってどんどん他の山も行き始め、その人がその後にあ山登り面白いなって言って、うん、でも槍ヶ岳は行けたんだから行けるよねって言って
で、どん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 違う方向に向かっていっちゃうっていうのはやっぱり良くないですし、そういうのをいろいろ人づてで聞いたりとかして、あ、じゃあ自分にも行けるなって言って、そういうなんか、まあ、富士山とかもそうですけど、行っちゃうっていうのが、なんか、確かに、ちょっと遭難を誘発してるじゃないですけど、っていう部分もある気もしますね。なコレクション的な登山をやってる人も多分いっぱいいると思うんだけど、うん、そういうのってなんかちょっと危険な要素をはらんでるような気もするんだよね。槍ヶ岳行けた、じゃあ高い順に行こうとか言って、じゃあ北岳行こうみたいな。なんかそういうのってステップアップとは全然違う順番を踏んでる。ね、その登山者としてステップアップしようって思ったら、登山の教則本とかを読むっていう発想に至るかもしれないけど、うん、山の名前だけ見てコレクションしてるっていう感じだったら、うん、そこに思いが至らないかもしれない、ね。富士山行けたんだから2番目が来ただけはいけるでしょ、うん、って思っちゃいそう。そう思うんだとしたら、うん、だいぶ問題ですね。例えば山っていろいろ気象がどうだとかさ、ルートがどうだとかさ、コースタイムをあの標高差とどのぐらいの時間に登れるのかとか、うん、まあいろんな要素があると思うけどさ、うん、でその工程行くならこんな装備が必要だとかね、最低限ライトが必要だとか、うん、そういう知識、基礎知識があるんだけど、あのコレクションだけしてる人はそっちを学ぼうっていう意識向かないかもしれないよね。それに、なんつうんだろうな、そういう道しるべができてるわけでもないし別に、うん、ただ行こうって観光地に行くみたいに行けちゃうからさ、うん、地図を見てさ、コースタイムと難易度みたいなのだけで山を見てるとさ、なんか落とし穴にはまりそうな気がする、うん、そうね、季節とかさ、いろんな要素があるから考えることがさ、多岐にわたるんだけど、うん、なんかガイドブックとかから読み取れることはすごく少なくて、本当に薄っぺらい表面的な情報だから、それだけでなんかコレクション的にこれいけた、これいけた、これいけたみたいなのはやってると、なんかドハマりしそうな気がするから、やっぱ誰かに習った方がいいわな。でも少し実家流で少し習ったからなんとも言えないんだけど。そうなんだよね、我々もそうだよ、ひどい装備で最初に行った。登山塾とか行ってちゃんと学んでるわけ。登山塾は行ってないけど、行ってないんだけど、要は初めはコレクション的な山でもいいんだけど、やってるうちに、あ、これじゃダメだって気づけるかどうかな気がするんだよね。これだと成長していかない、山の実力はついていない。成長したい、やっぱ結局成長したいかどうか。まあそうなんだよ、成長したいからな。いや、ちょっと結論としては、やっぱり目標があることが大事っていう話、ね、僕の中の結論はね、あの前提が成長したいですというのがないと結論がないと、うん、で成長じゃなくて、成長はしなくていいから山のピークに立ちたいっていう人に対して言えることは僕は持ち合わせてないね。というかね、多分このチャンネルを見ていただいてる人は十分も成長しようとか勉強しようっていう意識高い人だと思うんだけど。そうなのか。わかんないけど。でも。いや、竹森はいろんな人見そうです。竹森は。我々のリッチな産業は、そう、まあ、そう、あの、ダニの研究をしてる人の話をありがたく聞いたりとかする人なんで、まあ、ある程度、山とかはもう好きで結構やってますって人多いと思いますよ。まあまあ、確かに、うちらはそうかもしれないけど。はい、竹森に関しては多分、本当にそうじゃない人もいっぱいいる。誰が見ても面白いから。僕はこう、門戸を広く、構えてるので、あの完全にあの全く知らないですっていう人にも一から全部説明して、動画内でちゃんとこういうことをしてるんですよみたいなのでは丁寧に描くことは努力はしてますけど、それが8万人の実践ですよ。それさ、冬山の環境の八ヶ岳でさ、権現とかから全山重装しようとしてさ、アイゼン持ってるのにアイゼン出さないで登ろうとしてみたいな人がいたとかっていうのもあったじゃない、うんうん、そういう人ってやっぱりなんか山っていうのは装備とか技術とかいろいろ学ばなきゃいけないこと、考えなきゃいけないことがいろいろあるっていうことすら知らない可能性がある、ね、自分から情報を取りに行かなければさ、誰も教えてくれないしさ、分かんないじゃん。その人の例あげちゃって申し訳ないんだけど、じゃあその人はさ、成長したかったのかな、それともコレクションしたかったのかな、でどっちか分かんないけど、冬の門限、冬に八ヶ岳全山重装したぜっていうステータスが欲しかったのか、次はステップアップとして雪山や、いや初めての雪山で全山、いやでもちょっとおかしいよね、初めての雪山で
冬の八ヶ岳全山縦走がすごいことだっていうこともわかんない、その地味じゃない、うん、そんなにどんぐらいチャレンジしてるかもあんまり分かってないのかもしれない、ね、分かってなかった可能性があるって考えると実力も分かんないし、うん、対象のクオリティも分かんないし、その結果はちぐはぐになっちゃうんだ。そう考えるとさ、やっぱりさ、そのコースタイムこのぐらいでどのぐらい上げるとか、ね、何も客観的な指標があるとまた解決できる。だけどそういう情報が欲しいと思わなければ取りに行かなくて、で取りに行かなければ誰も教えてくれないからさ、知りようがないんだよ、教えてもらわないと。あ、君その山ちょっと行くのはさすがに無謀だよって誰かが教えてくれたら、あ、そうなんだって分かるかもしれないけど。だから安全の啓発をしても安全に興味がある人はたどり着くけど、興味ない人は結局たどり着かないねっていう、リーチできない気がする。そういう構図は間違いなくある、ね、今の構図だとどうやってそういう人にリーチしたいのかが分からない。そういう人はさ、ガイドブックとかも読まないってことなの？例えばさ、ガイドブックには難易度が星3つとか書いてあるじゃん。最近はそういうの出てきたね。出てきたとか多分昔からあると思うね。いわゆるグレーディングっていうの、あ、グレーディングじゃなくてもその山のグレーディングって表はあるけど、あ、そういうものじゃなくて、星でね、体力度とか出てくる。そう、普通に冬の赤だけ、普通の冬の赤だけって言ったら上級者向けって出てくるわけで、そうね、で権現なんてもうもはや普通の一般の山のガイドブックに載ってないぐらい難しい、うんうん、で権現から赤だけ横だけ言おうって、でそこから北横全部やるなんて普通のガイドブックでは載らないぐらい結構すごいレベルの高いこと、うん、いやそれアルパンクライマーから見たら全然だけど、一般の普通に冬山に挑戦しようっていう話から見たらすごいことだっていうのはちょっと見ればわかると思うんだけど、うん、見た結果行こうって思ったのか、そんなの見ずに夏行けたから行けるでしょって行けてるのか、まあよくわかんないけどね。いや、わからん、夏行けたから行けるでしょ、可能性もある。一つ思うのは、やっぱりそこで痛い目を見て成長する部分もすごいあるし、うん、その痛かった思い出がすごい後で振り返ってみるとすごい面白い、なんか、うん、あの思い出に自分の記憶としてすごいこびりついてるみたいなのがすごいあって、それは笑い話で済まされるならいいんだけど、それもあるんですよ。さすがに権現でアイゼンをつけてなかったっていうのはちょっと理解ができない。まあまあまあ、まあ、そのレベルまでいっちゃうとちょっとやばいですけど、うん、あのその手前段階でここアイゼンつけるべきだったよな、でもつけなくて、そう、転んでつけちゃったんだよぐらいだったの、なんかもうでそこでもうあの自分はやめときましたみたいなのが、うん、結構後々なんかその経験に生きてきたりとかするじゃないですか。それなんか個人の裁量じゃないですけど、うん、あ、自分はここで気づけたからそれでよかったねって思える人と、でもそれでも行っちゃえっつって行っちゃう人と多分いると思うんですよね。だからそれはもうなんか、あの個人のもうさじ加減でしかなくて、だからさ、我々はこんな話をしているけど誰も責めることはできないよね、うんうん、その人はその人の自分なりの個人の考えがあってその山に挑戦したことに対して、うん、なんでそんなものもらっちゃったんだってうちらが言える立場じゃないですね。自分たちもなんかヒヤリハットっていうか、うん、なんか一歩間違えば大事故だったな、いくらでもあるで、なんかちょっとミスったけど、あ、セーフみたいな話とかいっぱいあるから、いくらでもある。なんかそういう事故っちゃったの見ても、うん、自分もそうなってた可能性があるんだなって思って見ちゃうから、うん、何も聞いて思い出した、あのチッペさんがあの氷河にスキーで落っこってたっていう思い出したんですよ。何俺大した知らないから、でスキー滑っててヨーロッパで、私もいっぱいあるそう、チッペさんがあの前からこう前で滑っててこうやってチッペさんがこうストーンっていなくなって、あれあ、いなくなったぞ。シャモニーに、武見くんと、あと、4人で行ったんだけど、うん、普通にクレバス乗ってたから。で、チッペさんが、はい、結んでない。もう結んでないですよ。もうなんか氷河の中を滑って行ってて、なんかもうクレバスが見えなかったですね。もう、ね、チッペさん、すごい、その時もう調子プンプン良くて、もう、ウィーとかつって、チューンとかつって、めちゃくちゃスピード出して、わー行っちゃったよーとかって言って、前滑ってたんですけど、後ろ頑張ってこう追いつこうとしてたら、ま、前にいた人が、チッペさんがいなくなった。落ちたとかつって、もう、顔は青ざめた状態で来て、えーみたいな。で、もうそんで、もうこうやって追ってって下見たら、あーい帰れないとかって。でも、ほんと10メーター以上落ちました。で、怪我はなかった。
うん、奇跡的に下に雪が積もってて、なかったんですよ。だから、もう、ほんとなんかそのレベル、そのレベルって言ったらあれですけど、もう間違えたら、一歩間違えたら本当に死ぬみたいなのが。割と無謀なところだと思う。だから僕はその時、あ、この人死ぬなって思います。本当に。でもね、いっぱいあるよ、そういうことは。例に、1日目でロープほどいて、フォールして木に助けられたりとか。うん、それもあった。それが、本当に。いや、なかったな、本当に人のこと言えないなって自分も思うところがあって。いや、まあ、そうなんだよ。いっぱいあるよ。ルーファー間違えてさ、変なボロイルとか入ってさ、もう腐った履いてるのに全体重かけて、なんか突破するとかさ。まあまあ、いろんなことはありますよ。そう。まあ、ウィンタークライマーズミーティングで某有名なクライマーと一緒に残ってて、あの凍ったあのクラックに決めてたカムにみんな体重かけてたんだけど、それがつるって外れて落ちたとかね、そういうこともあるし。いや、もう何斤持ってるんですか。なんかすごいね、今後も気をつけてもらって。だからね、だからもう一回言うんだけど、うん、生きて帰ってきたらめっちゃラッキーで、それが全部経験値となって、次に。生きて帰ったらめっちゃラッキー。とってもさーわこの方が言うからすごい重みがあるっていう、ね。だけど、うん、そんなこと繰り返してたら死ぬのよ、絶対。うんうん、だから、やっぱそういうステップアップは良くないと私は思うんだけど、うんうん、だけど難しいよね、違う。いやだからもう、チッペさんはそのマインドでいるからいいんですけど、僕が一番心配だったら、本当ペコマさんがどういう風に考えてるのかなっていうのが、すごい心配、心配っていうか、なんか、すごい心配だろうなっていうのを心配してました。本当に、ダメですよね。いや、だから、心配はしてるよ。でもさ、そこはさ、だからそれこそ個人の生き方のもう話だからさ、家族としてどうか。今のチッペにさ、ちゃんと学べよとかさ、慎重に行動しろよとか、そんなこと言うような話じゃないでしょ。まあだからそこは正面ないから、ね、まあまあ価値観に聞かれますし、アラスカの時は眠れない夜も過ごしたりしたわけでしょ。いや、アラスカ行ってる時さ、僕言おうと、いやこれあれなんかピッピの自衛隊もう自衛隊員じゃないからいいんだけどさ、そのさ、なんか言おうとって島に勤務してるとさ、夜中にあの父島とかで傷病者が出ると、はい、伊予島から自衛隊員が迎えに行ったりするんだけどさ、はい、夜中に電話かかってくれたら、ああ、ついにチッペ死んだなって思って、中電話出てさ。いやー、でもなんかそこまで攻めた登山をしてる人が、周りにいる人のなんか意見みたいなのって、すごいやっぱ大事ですよね。だからその、なんか無謀な登山者とかって、まあ、周りが言うのは別に全然なんか、お門違いっていうのはありますけど、うん、家族とかにそれをあなたどうなのっていう言われるのとまたちょっと違うじゃないですか、まあ、身内じゃないですけど、うん、なんかその部分はやっぱちょっと考えちゃいますよね。うん、うん、まあね、でもさ、そういうところも全部含めて、まあ家族ということでいいんじゃない。まあ、だからまあそのレベルの覚悟ができてたら別に誰でも、うん、でもいいんだけど、ちょっとここで踏み込んだ話をすると、うん、最近だとやっぱり平井さんの K2 のお話しちゃいます、はい、っていうのがあったけど、うん、まあ、あれに関しては、やっぱり本人もすごい覚悟してたと思うし、家族もある程度の覚悟を持ってやってるから、あれに変なガヤが湧くことはなかった気がするんですよね。ガヤが湧くことはなかったっていうのは、何実際湧いちゃったっていう、いや、そんなに湧いてないよね。炎上しなかった気がする。あ、しなかった、ね。ああ、そう。っていうのは、やっぱやってることの凄さもそうだし、うん、それまでの経歴もそうだったし、やっぱり、本人たちもある程度覚悟を持ってあれをやってるからこそ、だからさ、受け入れられたっていうのその通りなんだと思うんで、だから、それが彼らの登山が成功というか、あの、挑戦をする、うん、なんていうの、意味がある、挑戦する資格があるっていう証だと思うんだけど、うん、客観性があったよね。そう。だからさっきちょっと前にも言ったけど、あいつがあんなこと言って無謀だったんだろって言われるような登山はやっぱりあんまりいい登山ではなくて、うん、彼らは、誰も無謀とか、そんなことも、まあ、誰も判断できないね。あのレベルになったら無謀とか判断できないよ。チャレンジングだったけど、まあ、それがたまたま悪い方向に向いてしまったのかなって思わせるものだったよね。そうだよね。だから、変に害が湧かないっていうのはそういう意味が。うん、だと思う。だから、納得感が。我々も一般レベルにそれを落とし込んでも同じことが言えるような気がして、うん、仮に相談したことはあると思う。それは。確率的には絶対あるんだけど、その時に、変に害が湧かないような登山をした方がいいよねっていう。そうね、納得感があるかどうかが大事なのかもしれない。
そのレベルでの話をすると、だからエンターテインメント化しすぎた登山みたいなのも一つあるわけじゃないですか。うん、なんかその SNS 時代の問題点みたいな、ね、踏み込みすぎるとよくない、まあ、そうですね。だからそういうちょっと、まあ、発信していく側の目線で見るとやっぱりそういうところはすごいちょっと気になる部分でありますよね。自分の登山の中に他者がやっぱり踏み込みすぎてしまうっていうのもどうなのかっていう部分、山内さんのマクロ性癖みたいな、うん、クルーが入ってるからちょっと無理しすぎてみたいなことも返すだし、逆にそっちもありますね。影響されちゃうところはある、ね、そうですね。だからもう登山の純度をどんどん高めていくと、よりこう内々になっていくというか、自分らの中で全部が責任とか全てのものが解決するっていうところに落とし込まれるなっていうのはすごく思いますね。まあ、なんかちょっと大切なポイントだよね。おそらくそれすごい一般な普通の初心者レベルとかでもさ、うん、SNS で頂上の写真撮りたいから、登ったよっていう風に自慢したいから、うん、まあ、自慢っていうことさ、言葉がいや自慢なんかじゃないとか思うかもしれないけど、うん、まあなんとなく構図としては同じだと思うんだけどさ、うん、それ社会欲求的なものとかさ、うん、そういうもので登山をしてる人もいっぱいいると思うんだけど、うん、別にそれ自体は悪くはないと思うけど、ちょっと冷静にはなろうよっていう気はする。うんうん、そのために危険を犯しちゃうみたいなのは、ああ、そうです、ね、ちょっとやめて。だからやっぱり動機はより純粋な方がいい。そうですね。ねっていうか、まあ、そういうモチベーションで動いてるよね。自分が遭難した時にいかに納得できるのかっていうのが、後でやっぱり考えてみて後悔するなとは思いますけどね、その SNS 頼りというか、まあ、そこが基準になっちゃったりとかすると。だからそういう人はさ、やっぱり成長志向じゃないと思うんだよね。うん、だから僕らお指摘の通り、前提として人は成長を求めているものだという前提に立って話をしちゃってるけど、多分そうじゃない登山者もいっぱいいて、 SNS でライクをいいねをいっぱい集めたい人とかね、百名山も別に悪くはないけど、それもピークハントだけが自分の登山ですみたいな人とかね、そういう人もいるということをご指摘を受けて気づかされました。で、そういう人はもしかしたらちょっと遭難というか、事故とステップアップの仕方を何か考えてもいいんじゃないっていうような、うん、この動画が何かきっかけになったら、なんかいい、嬉しいかな。まあ、なんか私もブログとかこういう動画とかで登山の様子を記録にして公表してるけど、登山、自分の登山をそれで終わらせないで記録を出す、記録にする、まとめるっていうのはすごく重要な作業だとは思うんですよ。うん、めっちゃ思う、うん、ただそれがモチベーションっていうのとは違うなっていう話。うん、ここまで日記みたいなことですね。そうだね、記録的な、うん、記録にまとめることによって学ぶこともいっぱいあるし、うん、すごく重要なことなんですよね。他の人に公表することによってフィードバックも得られるしっていう意味では重要なんだけど、それを公表することがモチベーションではないから、うん、いやもちろんそこがなんかちょっとそうじゃん、それが逆転してってると、うんうん、問題が起きることあるよねって、うん、まあ、しがちっていうのは分かるけどね、もちろんあるよ。誰だってさ、グラデーションの中で生きててさ、うん、僕の中だってそういう、そうだよ、承認欲求的なものないんですかって言われたらありますから、ね、めっちゃあるだ、その、まあ、割合の問題かな。極端にその承認欲求的なものだけが動機になっちゃうとおかしいなことになってくる。うんうん、はい、そんなところですか。なんか前回の動画とあんまり終着点に変わらなかったような印象なんですけど、大丈夫ですか。なんかさ、お酒が足りなかったんじゃない。気づいたことがあるんだけどさ、真面目なんじゃない。真面目すぎるんだと思って。僕たちは実は真面目だった。だからもう、あんなのクソだぜって言ってるぐらいが本当にちょうどいいというか、やっぱさ、真面目なのとさ、やっぱりちょっと臆病なんじゃない。まあ、おお、そうですね。それはあると思いますね。炎上したくないってこと。そうそうそう、ね。もっとさ、極端な話をさ、言い切っちゃうみたいな。もしかしてこれが足りなかった。そうかなと思って。こんなんじゃ炎上しないか。そうね。炎上商法失敗。いやだね。うまくない。やっぱり真面目な信念がね、その先の10年、20年につながってるわけだから。だから、もう、ぺこぱさん的には、もう、年寄りは登山をやめろぐらいに、もう、まあ、偏屈なことを言っちゃっていいっていう、ね。そういうことの方が面白いよね。そうそうそう。例えばさ、もう、免許制度にしようぜ、つって、体力検定とかして、あそれより体力検定は登山禁止みたいな。なるほど。でも、これから、武田内科クリニックで、登山者検診外来っていうのをやって、
体力を測定しながら、客観的に。あのさ、お金をさ、渡すとだんだんそう成績良くなるみたいな。1点いくらです。あなた足りないですけど、いくらくれば1点。許可出せます。そんな私立医学部みたいなことはしませんよ。はい。はい。ところもありますけど。ということで、まあなんかね、よくわかんない。結局まとめ、じゃあ誰かまとめてくれる？ちょっと待って。これまとめられないから俺はもう。じゃあさ、まとめると、山は楽しいところです。で、みんな多分楽しく行くんだけど、ね、ちょっとまとめ難しいよね。年寄りは登山はやめろ。やめろ嘘です。安全登山っていう言葉は嫌いなんですよ。その登山はやっぱり挑戦であるって僕は思ってるから、遭難は一定の確率で絶対あるんだと思うんだけど、やっぱり遭難とかやると悲しむ人もいるんですよね。そこは考えた方がよくて、そういうこと真剣に考えたらさ、やっぱ、ステップアップしようと思うんですよ。だから結論は、ステップアップしよう。成長志向からスタートしていいじゃない？俺、その成長志向の話で言うと、やっぱりまず目標を立てることがすごく重要で、目標ありきで、そこにどうステップアップしていくか。だからこれが間違っちゃう人もいるし、ゆっくりすぎる人もいるんだけど、まず、その自分の夢みたいなのを作って、こうなりたいみたいな、目標を、まあ、夢でも立てるのが大事なんじゃないかなって思う。山の目標をピークに持ってくるんじゃなくて、自分の実力に持っていこうよ、うん。この山に登れる実力をつけたい。この山のピークに立ちたい。でもちろんそんな登れちゃったじゃない。この山のピークに立つだけの実力をつけたいっていうのを目標にすれば、いいんでしょう。うん、多分そう。いいでしょ。僕はそれにどう刻んでいくかっていう話。そう、刻み方を考えよう。だけどさ、この山のピークに登りたいだけを目標にしたら、とりあえず行って登れちゃって終わりじゃん。確かにね。そうじゃなくて、登れるだけの実力をつけるってなったら、もっといっぱい考えることがあるし、そのためのステップアップもあるだろうし、ステップアップの間に多分ピークなんて登れるぐらいになってるのかもしれないけど、うん、まあそうやってさ、自分を成長させることを山の楽しみにしてったら、なんかさ、もしかしたらちょっと遭難減るとかさ、まあ減りはしないが結局調整する人は増えて増え、遭難者増えるかもね。うん、まあでも、ステップアップって言ってますけども、自分なんかは結構こう、もうジジイとかになってから、ああ、そこまで行くんじゃっつって、それを楽しみに、なんかこう、自然と触れ合いたいっていう部分もあって、なんか、その自然の中にいるだけですごい楽しい。いや、俺もそんなジジイになってそうだ。そう。それでいいのかなって思う部分もありつつ。そうね。はい。まあね、正解なんてないからさ、なんかさ、多分さ、なんかコメントとかでさ、勝手なこと言ってみたいなこと多分いろいろ書かれると思うんだけどさ、まあ勝手なこと言ってるんですよ、うん、なので勝手なこと言ってるなぐらいで受け取ってるんだろうってで、うん、みんなさ、もっと勝手なことをいろいろ発信してほしいよね。そしたら楽しいよね。あ、まあ、その考えるってことはすごい大事だと思いますよね。だからその遭難について自分たちで考えもしないのにそこにその行ってしまうのと、遭難ってこういうリスクがあるよね。で、しかもこういうとこに、なんか考えを一回巡らせといたら、なんか遭難した時の心構えにもなるよね、みたいなのを、一回、この動画を通じて、自分で考えてみて、つって、あ、俺はジジイだから、やめとこうって判断する人もいるし、ジジイだけど自然に触れ合いたいからそこまでしか行かない。うん、なんか、その、行けるとこまで行って戻ってこようみたいな、わかんないですけど。うんうんうん、まあそうだよね、いいよね。なんかさ、考えるヒントになればいいよね。うん、そうですね。この動画で別にこれに共感してほしいとかそういうことというよりは、まあ、正解、答えはないけど、皆さん考えてくださいっていう。考えるきっかけになれば、この動画は成功だと思う。そう、そういうことね。こういう考えている人、はい、こういう考えを持っている人がいるんだよということを、ただ、知らせただけ。そうですね。そうです。みたいな、はい。私たちは山が大好きすぎて、山っていいよねってやっぱ伝えたいから、こういうチャンネルやってるわけですよね。そうですね。で、私たちは山岳医療っていうところから皆さんが安心して山、いい山を楽しめるようにしたいなって思ってこのチャンネルやってるから、安心して山に行ってください。ワイドショーとかで遭難を叩きすぎるな。そうだ。叩きすぎるな。ワイドショーとか言いすぎなんだよ。なんだ、富士登山をしてる人を犯罪者かのようになっちゃう。
このなんかつけてなんかピンク色の縁囲っててカラカラカラって、あの声を変えるな。あんな登山ってなんだよ。そもそもね、3000メートル台に一泊目させることがリスクが高すぎるんだよ。どんなリスク高い登山をあの推奨してるかって話では、皆さんが推奨してる登山は高山病リスクの高い登山なんですよ。それでいて弾丸登山を攻めるってどういうことなの。そんだったらもうこれなんて止まるなって言った方がいいんすよ。富士山で寝るな。確かに。突然本気出して。もうこのエネルギーがすごい出てましたね。あ、まあ、言いたいことはいろいろあるんだけど。ありますよ。ことだよ。あります、あります。そうなんです。はい、ということで今日はここまでします。じゃあね。バイバーイ。